はい、こんにちは。沼木です。だいぶあったかくなってきましたね。桜も散ってしまって、えー、残念な感じではありますが、あったかくなってきたんで、体は動けやすくなってき、えー、たとは思います。で、今日はテニスとサーフィンの、えー、メリット、デメリットっていうのを話していこうかなと思ってます。で、まあ一応、僕、まだテニスは1年経ってないんですけど、まあ結構、 結構毎日やり込んでるんで、で正直、久保田テニス毎日見てて、まあある程度テニスとは何かということも分かってきたし、でサーフィンでいったら、僕があれいくつだったかな、25歳で確か始めて、今45なんで。 20年経ちましたねで一応サーフィンでいうとまあ初めはそんなに真剣にやってなかったというかまあ難しいんでねできなかったというか日焼けだけして楽しんでたっていう感じですけどあれはいくつだっけな26ぐらいで、えー、オーストラリアにワーホリに行って。 で、で、サーフィン思いっきりしたくて行ったんですけどまあオーストラリアがめちゃくちゃ海綺麗だし波も良くて気候も良くてで、結局 ワーホリから戻ってきて日本で働いてたんですけどもう真剣に住んでやろうと思ってうんまた行ったんですよね32歳の時かなで結局12年住みましたねでもうサーフィンまあ途中も忙しくてね仕事がもう仕事と英語の勉強で忙しくてサーフィンどころじゃないえ期間もあったんですけど やっぱもうせっかくオーストラリアにいるのにサーフィン楽しまなきゃなんて思ってえ海にえ行ってたような感じですけどいやー楽しかったのは楽しかったんですねでまあ日本に帰ってきてえ今どのくらい ?1 年半ぐらいでまあいろいろその中でちょっと海も行きづらいし 手軽にスポーツやりたいなと思って。いや、行ったんですよ、何回か。だけど、えっとね、僕、湘南なんで海に行くとしたら、こっから一番近いのが。で、湘南行ったら、正直言うと、まあ、海の色で言ったら、やっぱりオーストラリアと比べるのもあれなんですけど、やっぱりちょっと汚いし、匂いもあるし、波も小さいし、人も多いっていうので、 僕、5回、えー、湘南に行って、実際、頑張って、3回ぐらいは入ったんですけど、も友達と一緒に行ったりもしたし、でも、なん違うな、5、6回ぐらい行ってるな。で、自分、一人で行ったの3回ぐらいで、えっ、ー、とね、 1一人で行ったらもう入る気にならなくてそのまま帰ってくるみたいなもう湘南の公家のま,までこっから下手したら1時間ぐらいかかるんですけど結局え往復で2時間を無駄にするっていう感じになってしまってでも体は動かさなくちゃいけないしと思っていろいろ考えたんですよ。そしたら えー、まあうちの親がテニスやってるっていうのもあってでまあ手軽に、まあ、正直日本円持ってないんでオーストラリアドルはそこそこあるんですけどだからね日本円使いたくないなって思ってで手軽に楽しむスポーツって何かって言ったらもうテニスがベストだったんですよね。で そういうのもあって、えー、テニスを始めて、ああ、今に至るんですけど、まあでも、テニスも、いや、正直楽しいな、と思ってはいます。で、その中で、まあ僕に喋れること何かなってなった時に、まあまあ、本当まあ、テニスとサーフィンを比べるっていうことを、まあ結構僕の中ではしてて、で、まあ、まあ、こういうことを言ってる人あんまりないのかなっていうところもあるし、 まあまあ、これを聞いて、まあテニスを、えやってる人でサーフィンやってない人。もちろんサーフィンやってる人でテニスをやってない人。両方いると思います。あ、両方やってる人ももちろんいると思いますけど。えっと、なんか、僕から見たら、テニスってここいいけどここ、なんかなとか、サーフィンってここいいけどここがなとかあるんですよ。まあ両方いいとこ悪いとこあるなと。 で、よし今回はそういうところを話していこうと思いました。<laughs> で、えー、もうね、さっきで一応ね、どんなのあるかなと思ってグーって、えー、文字で起こしてたんですけど、結構いろいろあって、<laughs> で、まずはテニスのメリットからいこうかなと思います。えー、一番いいなって思ってるのが、 やっぱりね、コストが安いっすね。ラケット、新品で買ったってラケットって、3万5、6千円ですかでも、下手したら中古ゴロゴロ転がってて、でも、僕とか、あのー、うちの親もテニスやってるから、まあまあ、ある意味、テニスのラケット借りたりしてたんですよ、初め。でけど、あのー、ゴミに落ちてるんですよ。 なんか多分、挫折した人も結構、まあ、手軽に始められるけど挫折する人も多いですよねで、そういうところからあのラケットが転がってくるっていう、で僕のところにもう3本ぐらいあのラケットが転がり込んできてるっていう状態なんで、まあはっきり言ったらラケットなんか、ただでいくらでも手に入るっていう状態。 の手軽さ。で、場所で行ったって、どこだってできますよ。<laughs> 皆さん、テニス、あ、まあ、テニスやってる方が多いんかな、僕のチャンネル。テニスやってる方が多いと思うし、テニスって、なんか、皆さん見てると、あの、コートでよく試合してるのをよく見るんですよね。で 試合しかしかかなないい人多くないですか僕あんま試合いに興味なくてまあもちろん試合出ても勝てないからっていうのもあるんですけどいやでもそれだけじゃなくてまあ壁に一時期は入り浸ってたりもしたんですけどなんかねあのー、僕結構一人が好きで <laughs> あのー、結構なんか壁打ちしてても話しかけたりするのも正直ちょっと嫌だったりもするんですよ。 ですよででもちろん試合になったら誰かと対戦しなきゃいけないしまあ良かったりはもう悪かったりもするんですけどで今ではもう僕山ん中入って。 こ,ここで練習するっていうのをしてて、なんか、ここめちゃくちゃいいテニスの練習場ですよ。なんかもう誰にも邪魔されないし、ちなみに僕結構打球とかもしてて、なんか芝生の結構こういう下り坂、こう上がこう斜面になってて、で、そこにガーンって打ったらボール返ってくるんだねでね。で、それなんかもうほんと気持ちいいっすよ。結構広い、あの、芝生で、 もう、打っててめちゃくちゃ気持ちいいし、もうサーブとかもバシバシ打ってて、でそういう練習の仕方、あるのに、まあ皆さんやらないっていうのはもったいないなっていうのはあるんですけど、まあなんで、あメリットの話に戻ります。えっと、まあまあ、すごい手軽っていう感じっすね。まあでもあと、コストかかんないしね、あの、あんまり試合しないから僕はあんまりわかんないけど、 あんなコート借りたって、所詮何百円の世界じゃないですか、1時間。で、壁なんて無料だしね。で、まあ、こういうところ、なんだろうな、うん、めちゃくちゃ手軽。で、服装で言っても、私服でいいじゃないですか。なんだったら僕とか、まあ、正直、金ないんでね。<laughs> で、最近は、ブックオフプラスって言って、 ブックオフって本だけじゃないんですよ。なみんな知ってるんかなよくわかんない。ブックオフプラスっていうのに行くと、すごい服置いてるところ、まあ僕の近くで行ったら2軒ぐらいあって、もうそこの近くに行ったら必ず寄って、ガーって探して持ってきて、もういいのを見つけてくるっていう感じなんですよ。ちなみにですよ。これ なんかもうメーカーよく知らないけどこれめちゃくちゃ多分いいメーカーっすけどこれがえっとねいくらだったかな1000円ぐらいっすよ <laughs> これめちゃくちゃいいよくないっすかまあよくないっすかっていうのもあれだけどなんかこう見たことないしねなんかこんなデザインこんなところにポケットとかついててなんかもう 中とかもめちゃくちゃしっかりしてるんですよこれ見てくださいこのあこのメーカーなんすかこれこれ読めないんですよティンバーランドあティンバーランドだティンバーランド有名なんすかでも作りが半端じゃなくいいからこれ有名だと思うだってここのボタンのところとかこれ革使ってますからねいやこれは絶対いいやつだティンバーランドちょっと調べてみようかでね こういう風のめちゃくちゃ安く。あ、ちなみにこれも、でもこれはちょっと高かったんですよ。1700円。でも、このメッシュでもう、まあ、アジダスで、しかもこのマジックテープ、見たことない、この、ケバケバにならない、いや、すごいいいもの。で、これ値段調べたら3000円以上してて、で、なぜこれが1700円もしたかっていうと、これ新品の、 ついてたんんでこれ新品なんすよがまあだから半額ぐらいで買えちゃうっていうもうブックオフプラスやばいっすねでもうポイントをうまく使ったらポイントも返ってきちゃってもう僕も入り浸ってますからね <laughs> でまあい,いやそんな,な何の話だったっけあそうそうメリットの話ですよで服も安いでしょ あね、ボールなんて安いね。ボール、あれ新品買ったことないっすけど、なんすかいくらぐらいなんだろうよくわかんないけど。安いでしょだってあんなの。で、僕なんかはいつも拾ってるんですよね。買えないから。<laughs> 拾、拾うもんだ。ボールって拾うもんだと思ってるんですよ。<laughs> 怒られるかなこんなこと言ったら。怒られそうだからやめとこう。えー、次。えー、っとね。あ、でね、メリットもう一つは、みんなやってるでしょ 子供から、大人、まあまあその、20代ぐらいの若い、バリバリ体が動く人から、もう30代、40代、50代、60代、70代、ちなみにうちの親、80代っすよ。<laughs> いやー、だから、え、もう下はだって何歳からできるんですかもう、だって、小学校低学年からできるはずだからね。もう幅が広い。で、 男の人も女の人もみんなやってるでしょいや、こんないいスポーツないなって。メリットだらけしかない。で、しかも僕の目線から行くと、海外の人めちゃくちゃやってますからね。だってそれこそウィンブルドンとかあるじゃないですか。まあオーストラリアでもメルボルンとかで、なんかそのウィンブルドンの大会とかあったし、 もうオーストラリア人とかももうテニスめちゃくちゃやってますからね。で、結構強い選手もいるんでしょう僕知らないけどね。で、だから、で、イギリスとかもそうだし、アメリカもそうでしょだってどこだってできるもん。やりやすいし、あんなのテニスコート作っちゃったら、あの、それだけでお金入ってくる。もうだからすべ、めちゃくちゃいいビジネスですよね。だから僕も本当に金、金あって、 ったら僕テニスコート作っちゃうな多分だって勝手に来て勝手にお金払っていくで自分でもや,やれるってなったら僕作っちゃうと思うんですよねいやそういう意味で、まあ、YouTube で稼ぎたいなっていうのは正直めちゃくちゃ思ってるんですけどあのー、僕あんまりこういうこと言わないですけどそういう意味でチャンネル登録だけしといてくださいね <laughs> 僕 で、うん、まあいいや早く儲けたいんですよねあーこんなこと言ったら減るなごめんなさい次えー,次えーっとねテニスのメリットこんなもんすかうーん。あとなんかあったかなうん。テニスのメリットこんなもん